3匹目か。どうするよお前たち。おはようございます。先日の台風、皆さんご無事でしたか？うちの周りは幸い停電も断水もなく、家族みんな無事でしたが、いつもの散歩道が様変わりしてました。タイトルにもある通り、私自身もびっくりしてるんですけど、台風の中、家の中でも台風のような議論が巻き起こっていました。それは保護犬の3匹目を迎えたい飼い主男 vs 寝耳に水の飼い主女です。実は飼い主男はずっと前から愛護センターや保護団体の SNS をチェックしていて、新しい子が登録されるたびに私に報告してきてました。それに特に意味はないと思っていた私は、へえ、かわいいねとか適当に答えてました。もちろんうちのようが家の近所にいた元野良犬なので、私も保護犬には関心があります。保護犬を迎えた家族の SNS を見るのが好きです。雑種犬も好き。余談なんですけど、テオを迎える前も実は保護犬を探していて、里親募集のサイトに載っていたバーニーズマウンテンドッグという犬種を初めて知り一目惚れ、なんとかバーニーズに里親募集があったので全て応募しましたが、応募が殺到していて落選。ブリーダーさんからテオを迎えることになったという経緯があります。なんで元々は犬を迎えるなら保護犬からという考えの一家です。話がそれちゃいましたが、飼い主男がもともと保護犬に思いを寄せてるのは知っていましたが、うちにはもうテオとヨウがいるから3匹目は全く頭にありませんでした。ですが飼い主男がいつも通り SNS を見せてきた後、この子を迎えようと思うと言ってきました。ここからが我が家の台風並みの家族会議の始まりです。3匹目を迎えるのが長年の夢だったんだ。里山に引っ越してきて飲みにも行かなくなった。これが最後の1匹、絶対に4匹目は迎えない。いやー、テオとヨウのお世話で精一杯ですよ。テオの将来の介護のことを考えるとお金も時間も心配だし、ヨウが新しい家族を受け入れられるかも不安だし、多頭飼育崩壊って最初はみんな善意ですよ。君の無謀なチャレンジの一つ、巨大ドッグラン計画を全力で応援し協力してるじゃないか。3匹いればあの広い空間がもっと生きるぞ。じゃあ将来3匹でも大丈夫な根拠を述べよう。ささやかだが貯金もできてるし、逆に3匹でダメになる根拠を述べろ。マジかいな。私はヨウに一方的に嫌われすぎて、もうヨウと仲良くするのは諦めたところなんだけどね。次の子は仲良くしてくれるかね。結局話し合いは平行線のまま数日が過ぎました。私はちょっと前にテオとヨウは遭難騒ぎもあったし、今はショルダーストラップの採用で一旦落ち着いてますが、新たにワンコを迎えるより元ノラの子ヨウの教育をもうちょっと頑張りたい。散歩も引っ張りが強くて常に他の動物を探してるようなところがあるし、今日トレーナーさんに見てもらいたいと思ってたけど、トレーナーさん探すの難しいし、うやむやになっちゃってました。改めて寮の教室がよいを一緒に頑張ってくれるなら愛護センター見るだけ見に行ってもいいかなとか思ってたりもして、でも見に行っちゃったら多分のは言えないな。自分の性格的にそんな感じがします。この話を飼い主男にしたところ、ヨウの教室通いは協力する、そして見に行くだけ見に行ってみようということになりました。ちょっと思うつぼ感ある。まあ多分一目見て問題なさそうだったらトライアルに進むことになると思います。ちゃんとトライアルを経て、テオとヨウが新しい家族を受け入れてくれて、その子も我が家に馴染めそうだったら、新しい家族が増えることになりそうです。もちろんテオとヨウへの愛情は変わらず、
健康で楽しい毎日を過ごしてもらえる努力は怠りません。そして新しく来てくれる子も同じように幸せになってもらえたらいいなって思います。ますます賑やかな我が家をこれからもよろしくお願いいたします。騒がしくてすいません。ご視聴ありがとうございました。またご報告します。でもさんにするね。マッサージできない。それだと逆に。